べ物にしても困ってるわよ。そっか、入荷できないから売ってないんだ。解除してもらわないことにはね。早くオート人が捕まればいいけど。おい、道は規制はどうなった？変わんねえっすよ。行きますよ。いつ通してくれるんだ、奴らは。いい、いいね、チョコボ。癒される。へえ、ああいうの趣味か。趣味ってさ、なんかそれ語弊ない？そうか、俺はしっくりきたぞ。勝ちといったところか。もう一度だ。レディー。チョコボポストにようこそ。またいらしてくださいね。巨神に引き続き雷神とは忙しいな。ルナフレーナ様もってことだよね。一人儀式を進められている。負担もあるというし心配だな。なんであの人ノクトの手助けしてくれんの？ゲンティアナか。うん、あれ神様なんだっけ？24種な、六神の使い。へえ。ゲンティアナってさ、人なの？いや、24神は六神に近い存在だ。人間でいうカンナギみたいなもんだろ。向こうは人間と話ができる。ルナフレーナ様と似てる存在なのか。イリスの言ってたルナフレーナ様の話、本当だったんだね。場所や時期から考えると、王都を出てすぐ巨神の元へ向かったのか。頭が上がらねえな、王子。早く追いつかねえと。ったく、出ねえ。イリス？電話見てねえのか？しかし、神の力なんてもう授かれるんだな。間近で神話に触れることになるとは思わなかった。王都を出ただけで新鮮だったのにね。あとは自分で何とかできそうです。解決できたな。ありがとう、チョコボ。帝国軍の部隊が油断せんか。ありゃ、一体誰を狙ってる？
終わり。お墓回るのも続けるんだよね。ああ、別に忘れているわけじゃない。歴代王の力も必要だろうからな。だが今は雷神を待たせているのも事実だ。一つずつこなしていこう。よろしく。俺さ、揚陸艇乗ったの初めてだった。まあ、珍しい経験だったな。レガリアどこにいるんだろうね。海渡る前に探さねえとな。ああ、置いてけねえし。そうだな。ダメだな、タグと思ってる。いいですか、お前んとこには。何も来てねえよ。今ってノクト、力を集めてるじゃん。集まったらさ、何すればいいの。王の使命の詳しいところはわからないが、最終的に帝国を倒すでいいんじゃねえか。ああ、それでいいと思う。俺たちの旅って歴代の王様と神様の力を集めてんだよね。結構すげえ響きだよな。打倒帝国ってのも近いが、案外現実味を帯びてくるな。これでは風邪をひく。どこかに入ろう。だな。あいつが最小だったとはな。怪しいどころの話ではなかった。なんで俺たちに構うのかね。ありがとな。王の使命って何なんだろうね。六神とも関わる何かか。神話では王は六神と共に闇を払ったとあるが、闇って何だろうな。シドニーって優しいよね。どうしたよ。1日2日付き合ってくれたでしょ。探すの仕事あんのにさ。結局見つかんねえし、代謝も断ったし、なんか悪かったな。代謝は仕方ない。代わりなんてないもんね。分かってくれてるさ。次の連絡って電話かな。だろ。会いたきゃ店に寄ろうぜ。ダメだ、出ない。連絡が取れないということか。取れるようにしとけって言ってあんだろうな。ちょっと心配だね。配達でアンブラーは見るけど、クライナーは何してるんだろう。見てないな。やっぱりアルジンとこにいいんじゃないか。元気にしてるといいな。レガリアのありがたみがわかるな。安心感が違うよね。家みてえなもんだからな。ああ。ガーディナが機能すりゃオルキシエにもすぐ行けるんだからな。まだダメなの。定期船が再開したという話は聞いてないな。よっ。それカエムって有名。俺聞いたことなかった。昔陛下がお使いになった小さな港なんだ。何もかも30年前仕様だろうがな。港は大丈夫だとして船は。そう、なきゃ用意させるしかねえな。させる。ありがとな。よっ。ねえ、もしかしてゲンティアナさんって年取らない。ああ。はあ、すっげえ。こんにちは。怪我の具合はいかが。誰。ゲンティアナ、六神の使い、ルナフレーナから聞いていない。
これだ。でもよく知らない。ちょっと聞いただけ、ルーナに。ルナフレーナに？そう、ルナフレ…仲がいいのは良いこと。カンナギと王は常に共にあるべき二人。この世界を守るという使命のために。今のはケンティアンだと。ゼネブラエン、雷神は王への啓示を待っている。急ぎなさい、雷神のもとへ。帝国は王を恐れている。この地の道すべてを力で封じるほどに。どうしたの？また頭痛？ゲンティアナの声がした。神に通じる能力か。巨神の時の頭痛と同じなのかもな。カンナギの手によって神は目覚める。王に力を与えるために。どうした？また声が。ああ、ルーナが六神を起こしてる。なんか風強いな。ああ、俺の髪型か。地形の影響か、気圧の関係といったと。ま、とりあえず持ち物飛ばされんなよ。ねえ、一回王都に戻ってみない？取られたもん取り返してからだろ。ほう、いいこと言うじゃねえか。そのためにも帝国を静かにさせないとな。お疲れさん。ノクト、ルナフレーナ様に会えた後はどうするか。一緒に旅ってわけにはいかねえしな。っていうか結婚式はやったら？とりあえず会ってから考える。カンナギの受け入れは済み、残るは刑事のみ。急ぐ雷神のもとへ。準備はなされている。ノクト、大丈夫？ああ、早く刑事受けろってさ。神に力をもらえか。ノクティス、東の洞窟フォッシオへ。封印は解かれた。地の底に眠る最後の石碑を目指しなさい。帝国の者たちよりも早く。洞窟だ、次が最後。よし、さっさと済ませようぜ。いよいよ雷神様とご対面か。準備はしっかりしておこう。助けてやる。よっ。ありがとう、助かった。よくやったじゃねえか。強えな。ああ、髪が。お前よりイグニスの方がすごいことになってんぞ。おい、ノクト、上だ。よっ。ありがとう、助かった。やった、完璧。寒いな。今のは近かったな。急いだ方が良さそうだ。うわ、出たー、こいつだ、こいつ。行け、ノクト。借りは自分で返せよ。
だってどうぞ。俺あれは無理。文句言ってる暇ねえぞ。入れ直せ。ようやく見つかったな。よかった。ノクト、頼むぜ。雷神の力。大暴れを想像してたけど、人のいい神様もいるんだな。性格あるらしいぜ。ルーナも大変なんだろうな。お会いできるのはもう少し先か。早く海渡ろう。元気な顔見せねえとな。そうだな。あ、見て、雨上がってる。雷神様の用事が済んだからか。なんだありゃ。前とは比べ物になんないよ。はい。王子、レガリアなんだけど。うん。帝国軍の基地に保管されてるみたいなんだ。マジか。ちょっとね、相手が相手だから話するってのもすぐには行かなくて。いや、いい。情報あればいい。あれ、大丈夫？うん、大丈夫。どうもな。じゃ、誰だ？シドニー。うっそ、もっと優しく話しなよ。どうでもいいだろう。レガリアの場所が分かったのか？ああ、帝国軍の基地らしい。おお。たとえどこにあろうとだ。取りに行くんだろ？当たり前。これはあくまでも予想だが、あれは本来もっと早く到着するはずだった。だが雷神の嵐で近づけなかったんだ。あれでレガリアを帝国本土に運ぶのかもしれない。雷神のおかげで時間稼ぎができたってわけだ。今ならまだ間に合うよ。ああ、取り返しに行くぞ。